テロミアンとは、マレーシア原産の犬種である。ボルネオ島にあるテロム川周辺の森林地帯で、古くから飼育されてきた。先祖は、人と共に、大陸からこの地に連れて来られ、この地で独自に発展して、テロミアンが誕生した。原産地でのテロミアンの仕事は多い。一つ目は、害獣の駆除で、主人家族の家に侵入してきた毒蛇やネズミを捕らえて食べてしまう。 害獣の捕らえ方は、子犬期に母犬から教わるが、母犬がいない、もしくは育児放棄をされた犬は人にその方法を教えてもらい、駆除方法を学ぶ。ちなみに、テロミアンは毒ヘビ等に対して免疫を持っているため、食べてもほとんど問題はないと言われている。二つ目の仕事は、番犬として主人の家を守ることである。泥棒と思わしき不審者に対しては容赦なく。 吠え続け、主人に警報を発して知らせる。知り合いや家族に対しては吠えないため、重要な番犬として大切にされている。三つ目の仕事は、漁の手伝いである。現在は少なくなりつつある仕事であるが、伝統的な漁を行う人々からは、今も使われている。テロミアンは、川の浅瀬で魚を取るのが得意で、待ち伏せをして現れた魚を素早く捕らえる。 テロミアン漁を愛好する人は釣りをするよりも本種が魚を捕らえる漁の方が多いという利点を好み、漁が終わると取れたての魚を分け与えて感謝する風習が残っている。しかしながら犬によっては漁が苦手なものもいて、すべてのテロミアンが狩猟犬として働けるというわけではない。外部に出たのはごく最近のことで、1963年に本種のつがいが、 アメリカ合衆国に送られ、研究とブリーディングが進められた。後にもう一体のつがいが送られて遺伝子プールの改善が行われ、テロミアンの犬種クラブも設立された。現在もテロミアンは希少な犬種の一つであるが、原産地のものも含めて大切に保護されているため絶滅の心配はやや低い。犬種クラブを通じて本種を入手する一般の人も増えている。 フシー等にはまだ公認されていない。日本犬のようなスピッツタイプの犬種である。やや丸みを帯びた体はスリムで立ち耳、きを、またはタレを。コートはショートコートで毛色は特に制限はない。中型犬サイズで性格はやや内向的で警戒心が強い。体力は多く身体能力は高い。繁殖期は通常の家犬と違って、 年に一回のみである。なお、原産地では、家が高床式になっているため、はしごを登る能力にもたけていると言われている。デズモンド・モリスの研修辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大木拓役生分道振興者、2007年、ありがとうございます。